前回は捜査官全員殺しのちょっと進めたんだっけな。まあ別にここら辺もうやる意味ないでしょ、正直。今自分がレート SS でしょ。これで絶対アリマと戦える状況だからいけると思うんだよね。いけると思うんだよね。変革。ん？ここ読んだことないのかな？いや、あるわ。あ、なるほど、なるほど。これで飛ばして。で、これで安定庫を抜けると。はい。で、トウカと錦にお別れの挨拶をすると。ああ。特に用はないです。ここだな。まあでも大丈夫大丈夫。ここでチェーンソーを出して、あれ？タタタタタンって、これなんかあれだよな。よすがの空のシリアスチックなところの BGM に似てるんですよね。さあ、こいつはもう余裕なはず。むしろこいつより途中なんかゲリラで出てくるこいつの方があれなんだけど。ああ、リンリン、コービーと、またリンリン、コービーか。リンリン、コービーが、なんだ、カルマーとか。これ大事なんだよな。ビリンコ、ビリンコとリンリン、コービー。ビリンコとリンリン、コービー。あと、リンリン、か。リンリン、コービー。リンリンコ、オッケー、行こう。リンリンコービー、ビリンコ、ビリンコ。オッケー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 。リンリンコービー、カルマート、僕がお相手しよう。慣れたな。よ。まあ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 、飛ばして黒の一振り極み。ああ、ここな、クレーンのとこな。あ、これあれだよね、インボーク、このここのあれあるよね、背景あるでしょ、思い出してください。もうこう何回見たか、このシーン。僕はどうしたらいいんでしょうか。ここでジェイルの正体が自分だと分かると。まあ、これも大事な回収だから、この情報もね。え、金木の、え、また金木の雪あったっけ。覚えてないわ。金木の雪2。ああ、ここであれだっけ、ヒデから癖を教わるんだっけ。それは違うとこだっけな。吊るし人のマクガフィンだ。あ、ちげえわ。え、顎の癖教わるんじゃなかったっけ、歌さん。で、次、ヨモだっけ。で、ヨモんち行って。あー、ここな。ちょ、待って。これさ、さっき調べたんだけど、トゥルーエンドに行くためには、なんかここで付箋を回収しなきゃいけないんだけど、ちょっと調べるわ。でもこれなんかトリプル S8、になんなきゃいけない。俺なってないんだよね。アリマ倒すしかトリプル S8 になる手段がなんかないみたいな。
しかもこれ捜査官を殺害していないじゃないとダメだから、なんかもう一周しなきゃいけないような感じはするんだけど、まあまあとりあえずスルーするか。ここはアンテイクに戻ってこいって。ねえ、だから積むんだ。手で顎に触れた。ここ確か選択肢あるよな。ん、なかった。あれ？殴るとこは。あれ？選択肢なかったっけ、ここ。まあいいや。で、解散すると。ああ。このチームを解散とね。はい、こっからだぞ、こっから。このトーカー見たっけ？コラーモンでしょ？月山。あ、さっきのトーカー見たっけな？これ、錦、ヨモでしょ？あ？これ何？これ誰？これトーカーじゃない？あ、アヤト、今アヤト、十蔵。これが篠原か。あ、なんかさっきのトーカー見たことないような気がするんだけどな。もしかしたら最初の方でいたのかもしれない。キジマ、おい早く来いよ、早く始まれ。ムカデ、ジェイルのムカデかっけんだよな。20区には大規模な警戒網が張られ、立ち入り禁止区域に指定されますってこの人笑顔で言ってんだけど。アンテイクは CCG の手で襲撃を受けようとしていること。え、ここで、ここでだぞ。ここで、アリマ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 。金木を止めに行く。これを選択。あ、やべ、セーブしてねえ。
セーブしてないわ。まあいいや、金木を止めに行くを選択すると。はい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 。金木さんがどういう行動を取るか僕にはなんとなく分かっていた。これ一回選択したっけ、俺したよな。マスクつけてる金木は出てくるんじゃなかったっけ。あ、20区が一望できる。何もできないのはあのとこか。金木さん、街を静かに見下ろしている。アンティークはすっかり囲まれているようだ。戦いはすでに始まっていた。俺リオ美格好きだけどな、普通に。だってグルカルもリオ美格で出てたでしょ。止められないと思った。トウカさんに告げた時の金木さんの顔。強い意志。この人死ぬ気だ。リオ君。いい、この選択肢は分かんないんだけど。待って、この選択肢は書いてないぞ。おーい。どっちでもいいのかな。あなたはバカだにしよう。あなたはバカです。言ってどうするんですか。え、みんなのことを考えてください。みんなのことを考えてるから今回自分のことを死ぬのが怖くないんですか。彼の心には届かない。僕の選ぶ道は。で、ここで金木と共に行くを選ぶと、おそらく V14 で、V14 だよな。V14 じゃなかったっけ。あ、捜査官が生きてるとアモン戦だけど、ラボで捜査官ぶち殺してるから、そう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 、有馬と遭遇すると、そういうことですね。うん、多分ね。金木と共に行きましょうか。で、ここでトリプルエスレートプラスなんか付箋回収してると、あ、トゥルーエンドになるっていう感じかな。アンテイクの一員です。命の保証はできないよ。うん、さあ大丈夫なはず。アモン殺したから大丈夫なはず。特等級の捜査官たちがいる。でも死んで帰るつもりはない。吉村さんたちを助けよう。はい、はい、2体出現。1体はムカデ。ムカデです。当てみ。殺す気はないということなんだ。行こう。お、出てこなかったぞ。いつもならアモンが邪魔してくるのによ。ライトに照らされて目がくらんだ。正面に盾を構えた多くの捜査官たちが立ちはだかっている。噛んだ。お、いいっすね。こっちから行こう。アンテイクの地下に出るはずだ。アンテイクは地下？あ、そうか、ヨモトやってたとこは。あー、V14。 金木さん、いや、ちょっと嫌な胸騒ぎがして。大丈夫、先を急ごう。鼻をつくような匂いがした。黒い海が広がっている。何も映さない漆黒の海。その海は僕の足元まで広がって辺り一面を飲み込んでいる。海の先に誰か立っていた。白い白い男。
その男がまとう空気は冷たく鋭い。出たな顎断罪。初めて気づいた。眼下に広がる海の正体、これは血だ。有馬気象。あー怖い。いやー強いのかな。セーブしてセーブしてないんだよな。リオくん、僕が先制攻撃を仕掛ける。君は援護を頼む。逃げろとは言わないんだ。その瞬間ルエって何？え？何が起きたか僕の脳では処理できなかった。金木さんの背後に回った有馬のクイーン系が金木さんの頭部を、ああイグザか目をね。ダリマー、これが死神、これが有馬騎将。戦うでしょ、逃げるはないだろ。戦おう。勇気を振り絞って構えた。金木さんを助けるそのために彼を倒さなければならない。死という運命を乗り越えなければならない。来い。じゃ、若干口開いて若干口開いてなんかアホみたいな顔になってんだけど、死神が来るさあこっからだぞ。多分強いと思うんだよな。これ倒したらレートが上がるみたいだから、あーリンリンコービーウービーリンコウービーリンコでとりあえず攻撃力を下げなきゃいけないんだけど、リンリン交尾で自分の体力も回復すると、あとはリンリンリン、あーこれもいいな。リンリンリンウーコーか、オッケー。リンリンリンウーコーが必要だな。この3つだ。リンリン交尾とウーウービーリンコーとリンリンリンウーコー、オッケー、行こう。最終決戦だ。とりあえずブレイクは絶対させなきゃダメだ。ビーリンコーで相手の攻撃下げる、まずね。次カルマート使いたいな。リンリンコービーでカルマート、オッケーオッケー。とりあえず、いや早いな。カルマート上書き、次ウービーリンコをやりたい。いや強い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 。ウービリンコ攻撃を下げる。いや強いぞこいつ全然減らねえ。ウービーリンコをもう一回上書きして、次カルマート打たないで切れるな。やばい、なんか打ってくる。リンリンコウ、何打ってきた？攻撃力アップ、とあと何かアップしてる。あれ防御か。負けた嘘そ、いや久々の敗北だこれ。マジかよ、ワンパンされたんだけど。え、待って、大方 HP 余ってたと思うんだから。死神は強かった、叶うはずもないほどに。ほんと強い、うっそー。無限に続く暗闇、無謀にも僕ら二人揃ってそこへ飛び込んでしまったのかもしれない。羽でもあればそこを越えられただろうか。今となってはわからない。どうすれば僕らは先へ進めたのか、考える意識もやがて途絶える。
そして闇よりも暗い地の底へと、ただ引きずり込まれていく。いやー、マジかよ。お、いいぞ、リトライ。よかった。リトライできるんだな。いつもみたいにあの、ピエロの一味にやられるかと。とりあえず、ブレイクさせるのを絶対忘れちゃダメと、あと攻撃力ダウンを常にやんないと、相手にスキル打たれちゃダメなんだよなー。うかくは全然。リン、リン、こう。まあまあまあ、とりあえずカルマーと。うう、ああ。大事なウカク、ウカク来ねえんだけど、ちょっと待って、やばい。とりあえず攻撃力下げるっしょ。で、これを常に1個ストックしとかないと。やべ、しくった。いやー、やばい、これ。あー、ビロックか。まずいまずいまずい。普通の通常攻撃はね、こいつね、攻撃さえ下げとけば大丈夫なんだけど、あいつが攻撃力アップのスキル使ってきたときに、ほんときつくなる。ビ、リン、コウ、これ、ストック。あいつがスキル使ってきたときに、それを上書きしないとダメ。うわ、また B ロックか。まあいいや。カルマと切れてるけど、まあ大丈夫。あいつの通常攻撃はそこまで攻撃高くない。早くスキル使ってこい。上書きしてやるから。買ってこない。早くカルマと使いたいんだけど、俺使ってこいよ、あのスキル。何のためのストックだと思ってんだ。あー、まずいぞこれ。俺の作戦負けになっちまう、このままじゃ。来い。あー、なんでビロックなんだよ。あ、さっき速攻で使ってきたろうが。これ俺がスキル使った瞬間浮気して相手が使ってくるパターンなのかな。あいつスキル使うスピードが半端なく速い。やばい、来い。ああ、うわ、畜生、もう使うしかねえ。うっさ。ちょ待って、めっちゃうざいんだけどこいつ。くっそ、永遠にビロックしてきやがる。輪郭2つ、輪郭2つ、輪郭2つ来い。上書き、上書き、上書き、上書き。輪郭を1つストック。うわ、きった、ここかよ。今の作戦は失敗だな。敵の攻撃力ダウンを常に一つセットしとくっていう作戦は失敗で、断罪のスキルか。あー、断罪な。断罪取ってたかな。いっぱいスキル取ってるけど、なんかこの辺はそんな使って、いつもなんか覚えてるやつ、使いやすいやつを使ってるから。断罪、断罪、断罪ないな。断罪、断罪ないな。断罪取ってないな。あー、今あるやつ行くしかねえ。とりあえず普通に戦うわ、一旦。こいつがね、結構、ビーリンコが発動させて、これであいつがね、上書きして使ってくると思うんだよね。リン。あー、ほら来た、ほら来たよ。待って、これ、ここで一回攻撃ダウン狙うわ。B、リン、こうで、こういう攻撃ダウン。オッケー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 。これであいつがスキル使ってきても大丈夫なはず。嘘！
あ、あったあった。見落とし、見落としか、見落としかい、あったわ。え、違う、自身の攻撃力防御力大ダウンじゃん。やべえよこれ、本当にこれやばくないか、これやばすぎん。何これ、モロハの剣なの。これ一応入れとくわ。ああ。攻撃力ダウンしたよ。また上書きしてあいつ殴ってきやがったんだけど。もう。早いってもう。ここでブレイクさせないとダメなんだろ、絶対。はい、ブレイク。20秒間あいつがねえ やってくる、うん、強っ。もうまたこの感覚なんだけど、もう何回あ、まず初手でさ、あ、やべえやべえ、カルマート、とりあえずカルマート、とりあえずカルマート、とりあえずカルマート。うわー、マジかよ。いやー、ちょっと待って、きつい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 。 B ロックきついよ、頼む、何もしてこないで。攻撃力ダウンしとけ。ムカデのスキルってどれだっけ、覚えてねえな。気に入らないわね。ああ、くらえ、 HP 半分アタック。カルマート、あ、やっべえ。僕がお相手しよう。いけるぞ、いけるぞ、これ。なんとかしのぐ。彼の一撃は早く重く見えない。傷が深く致命的だった。そしてやるな、うわ、喋った喋ったやるな、笑った。そこからは一瞬だった。あれ倒したのに倒される。
獅子の感覚は0秒でなくなり、すべての石が吹き飛んだ。宙に浮かんでいるかもわからない。僕の意識はどこにあるのだろう。何かが聞こえたような気がした。ああ、帯同のようにも聞こえた。新しいクイン家がいる。僕は頭部を貫かれ、絶命した。おい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 。ああ。視線の専門家、う。攻撃力ショーアップ。死神の刃、有馬から得したスキル。威力6800の攻撃を行い、10秒間自身の攻撃力防御力特大。強すぎんこれ。チートやんこれ、もうほんま。ああチートですわ。おお、トリプルエスレート。絶命したのにトリプル SA となって。絶命した。いやーし、有馬倒したぞ。あー強かったな、ほんと。いやー、断罪のスキルがなかったらもうちょいかかってたかもな。